暴れてやる、皆さんこんにち、また同じステージ、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、受験生の死神がお送りする受験生がペーパーマンをプレイ動画第12回目です。まさかランダムで3連続ありがとう、いいショット、3連続クラブありがとう、ランダム壊れてないですよこれ、おかしいです、なんかおかしい気がします。ルールは今までと同じなんですけど、ただただチームサバイバル50キル、そして当たった、やった、奇跡、チームサバイバル50キル、現在 A チーム2点 B チーム2点で10分間なんですけど、でこっちね、俺様負けてねいや、10回目、11回目、12回目、動画撮ってきましたが、なんでランダムを選んで、3連続クラブなんでしょうか。そこまで、新ステージが、もうガジド、飽きましたよ。ガジド以外言いたいです。で先ほど、ランダム選んで他のステージが出てたんで、やっぱりこれは、偶然、後ろにいた、やばい、あー、やられちゃった。モガさんが突っ込んでる、モガさん頑張れ、援護に行くぞ、モガさんのとこに行こう、やべ、モガさん横から、あーボム投げるぜ、俺やった、わかんない、どっかから狙われてる気がして怖い、クルオートやっぱダメか、そういえばどこかで会ったことない、いや会ったことない、いや、そういうことじゃなくて、あれ？いろいろ知ってる人がたくさん、自分のフレンドがたくさん来てます、たくさんでもないんですけど、何人かとか、何人かたくさん来て、なんで同じこと言ってんじゃねえ、今現在よし、ダブルキルです、やばい、リロードの隙を落ちた、でここ登ってくる方を、うわっ、頑張れモガさん、フランシスさんは今生ベート、読めない英語はネームベルト、そこにスナイパー2体もあるから、ボム投げるぜ、おら下から来る、ああ耳痛い、直せなきゃ、ショッケー、もう現在6分30秒で山に浮かされて、やぶねー、今度は6分30秒で、この人うまい、こっちが打ってくるときはしゃがんで、ある意味でうまい、バラッとさん、ボム投げるぜ、メンバーとさんもよかった、メンバーとさん見てください、おらおら、さらに、敵を破壊したぞ、こっちはジャブレー、ワコグレードもったいなく投げてる方がいい、投げてる方がいいよ、同じ傾斜点ですから、例えば武器の説明とか、傾斜点は命中精度が高いサブマシンガーで N16 というアサルトライフルと同じくらいの威力を持って、やばい、まあ、下に落ちて回復ブレー、ワンキルください。ダメだった。もう一回。ワンキルください。ワンキルください。じゃあ、ヘッドショット。はぁ、あと今現在33点。そしたら B37 点。何回も自動してきた。なんかだんだん
よくよく分かりやすい。ナイスショットです。ちょ、回復混ぜて、回復混ぜて、回復混ぜて。わうわ。他のプレ、キャラクターと違って、足が少し遅いで。誰もね、あ、やばい、これってやばい、激やば、絶対これ、やっぱりね、突っ込みすぎた、俺もです。今度は正しいのかペーパーマンっていう、気をつけてた。今の下じゃなかった、どっからそこの隙間が、いや、地下、どっかからスナイパーで、そんな、どこか、あれだ、もしかして、あの人、あれだ、もしかして、あー、終わっちゃった、ナイスファイトです。A チーム46点、B チーム50点、負けちまいました。この動画に参加してくださった皆様、そして、この動画を最後まで見てくれた皆様、ありがとうございました。